残念ながら私はそこで敗退してしまったのです。そのこやつは準決勝でわらわに負けたからな。本当に惨めじゃった。まさに乾杯と言えよう。先ほどまでの話、わらわも全部聞かせてもらったぞ。ちょっとした小細工に翻弄されただけです。小細工の何がいけないのじゃ。規則の範囲内での小細工は全て知恵の現れじゃぞ。誰かさんがいつも天使閣に引きこもっておるから、それを身につける機会がないのではないか。この二人本当に仲がいいんだな。